この始まりだけどやる気がないわけじゃないの。やる気はね、あるの。あー悪かったわね。あ、そうそう、セラトモノリ歯ブラシはいつものように。今回なんでスムージーをね作ろうかっていうことになったのか、実はこれをね、あの視聴者さんからいただいたんです、プレゼントで。ミキサー、スムージーミキサーで、ジュースも作れるし、生肉とかを粉末にもできるわけ。チン、ミンチにできる、ミンチ用、これをできるハンドシェイパー、これをね使って、あの、うん、やります。中身見てみよう、どんなのが入ってるのか。うわー、軽いカルちゃん、ランドセルかしら。軽いカルちゃん、これが今回使うジューサー。すごくないよ、うちのしょうちゃん、うちのしょうちゃんの人生がめちゃくちゃになるのよ。動くな、殺してやる、殺して。これがあれだね、まずバナナシェイクとリンゴスムージー、あとイチゴスムージー、みかんスムージーからの最後キウイのラッシー。なんか、いや、ちょっと聞いてほしいんだけど、私ね2日前にエナジードリンクで、ね、飲んじゃって、でこれ飲んだらもう眠れなくなっちゃって30時間寝れなかったんですよ。でその後ようやく寝れたかなと思ったら、今度は20時間寝ちゃって今に至るんだけど、ということで、じゃあ早速最初はリンゴスムージーから作っていこう。リンゴをまず抜く。今日のレシピはこれ私の分量だから、必ず私の分量でやって成功するとは限らないからね。え、皮ごと、皮も入れようじゃん。じゃあ小さくこれをカットしていく。私リンゴ食べたことないな、そういえば。あ、いや食べたことないっていうか、あんまり自分で買ってカットしたりとかなくて、実は。あらら、あらら、あ、終わり。じゃあまずリンゴ入れます。入れて、で蜂蜜入れて、と牛乳、もう目分量よ、目分量で、レモン汁15 30 45、まあ蜂蜜入ったけど砂糖もちょっと入れよう。砂糖いけーい。うるさいの？できる気がしないんだけど、これ、よいしょ、終わったよいしょ。じゃあ一回飲んでみるね。じゃあいただきます。すんごい美味しいんです、すんごい美味しいんだけど、私これ2回目なんだけど撮影するの。前回もものすごい美味しくて、もう全力で全身全霊でリアクション取りました。もうそれね、取れなかったから、もうね、すんごい目玉が飛び出るぐらい美味しいリアクションもんで、できない、もう美味しい。このリアクションとこのね、この態度とさ合ってないと思うけど、うん、すごい美味しいです。まずそうに見えるでしょ、美味しい、うん。ということで、次行ってみよう。全部飲まないと。ああ。よし、まずは、みかんの皮を剥きます。これ、あれ、白いやつも使うのかな？
これは簡単そう。もう自分の感覚でやるわ。なんかレシピを再現するっていうかめんどくせえの本当に。ここにみかんを1,2,3,4,5。でここに練乳入れます。みかん酸っぱいからね。ヨーグルト入れます。で砂糖も目分量ね。じゃあいきます。ここに牛乳を入れていきます。今更牛乳を入れる。私は氷入れますからね。みかんスムージー終わりです。いただきます。意外に合う。みかんと牛乳って合うのかなってちょっと思ったんだけど、銭湯にあるフルーツ牛乳のヨーグルト味って感じ。エリック宮城じゃないよ。チョコバナナ味試してほしい。なんだったら2種類作るか。まずバナナシェイク完成させて半分にして、こっちの片方の方にチョコ入れてまた混ぜるの、ブルルルって。そしたらチョコバナナシェイクじゃん。こっちは2つにしよう。でここカフェだと思う。ピンポン。じゃあこのチョコレートパフェとチーズインハンバーグ、あーどうしよう。あとタピオカミルクティーと、あとこのオレンジスムージ。飲み物は食前で。お待たせいたしました、オレンジスムージーでございます。うわー、みんなオレンジスムージー来た。飲むね。ちょっと入ってきていい？物理的に入んないんだけど、お腹の中に。じゃあこれ全部飲んじゃいます。モスコチャンネル。じゃあ次はいちごをね、使います。栃木県の誇り、とちおとめ使う。あと入れていく。よし。甘い。美味しい。練乳入れる。今回ちょっと砂糖使わないでやってみようかな。で牛乳。今回ちょっとね、もうちょっと。あんまり飲みすぎないようにちょっとだけ入れるのは砂糖よ。やっぱり砂糖だけにしよう。じゃあいきます。線届かないとかやめてほしいんだけど。よいしょ。減っちゃった量が。じゃあ気を取り直して、ちょっと材料減ったから牛乳ちょっと入れようかな。じゃあ氷入れて、
ちょっと牛乳足そうかな。いらないか。ちょっとね、気持ちいい。砂糖もちょっと気持ちいい、入れよう。絶品絶品いちごスムージー、いちごミルクスムージーにしよう。できた。よし。ということで、見てみて、ほら、いちごミルク、あ、いちごミルクって言っちゃった。いちごスムージー、いやでもいちごミルクだなこれは。よし、いただこう。おいしい。星4つ。うん、おいしい。これさ、あの女の子の友達家に呼んだ時にさ、このいちごスムージーとかさっとこうお菓子と一緒に出てきたらさ、マウント取れちゃうね。え、美和子あんたささっとスムージー作れる系女子なの？そんなことないよ、簡単だもんだって。普通にいちごと牛乳と練乳でできるんだよ。悪かったわね、私がこの間あんたが家に遊びに来た時にペットボトルの麦茶なんか出して悪かったわね。どうしたのかなえ。終わりました。じゃあバナナスムージー。あら、バナナやばい、凍らせてふやかしたってすごいことになってる。あらら、溶けちゃってる。あらららららら、あら、あー、なんかす、やだー、あー、あー、まず練乳と砂糖。アイス入れる。よし、もっと入れちゃう。アイス、うわー、アイスいっぱい入れちゃう。で、氷いきます。できた。あれ、スムージーいただきます。取り飲もう。あー、美味しい美味しい。今まで飲んでたこのフルーツシリーズの中で一番美味しい。やっぱアイス入れるとね、違うね。でも量多いね。うん、でもなんかバンダナするとさ、あの人に見えるな。あの人誰だっけ。あ、そうそう、世良智則。なんか世良智則に見えてしょうがない、今日。でも私バンダナの人、あとあの永瀬智也もね、バンダナのイメージ。婿殿っていうドラマで、あの永瀬智也がさ、バンダナこうつけてたのね。歯ブラシはいつものように鏡の前にこう並んでた。実は前回の撮影からもう2時間、かれこれ 2,3 時間経ってようやくね、バナナシェイク再開です。ごちそうさまでした。じゃあ、はい、ご覧ください。バナナ、うわー、すごい蜜が、うわー、あ、練乳入れます。練乳、よし、チョコを、ね、入れます。で、こちらのアイスをね、スーカーパッパースーカーパップ、よし、入れます。よし。
なんだったら全部入れる。全部入れる。よし。で、食べる。いきます。よし、じゃあ次ここね、次に氷を入れます。ちょっと入れます。甘めにやっていきます。チョコバナナアイススムージー、いただきます。ああ、うん、なんとかフラペチーノっぽい、うん、それがなんだかはわからないんだけど美味しいな、間違いない、最高。モスコチャンネル。果てしないあの雲の彼方へ、私を導いて、その手を離さないで、ね、天使が、あ、ごめんなさい、なんかアスファルトみたい、生コンクリートって感じ。あー、美味しかった。5種類のシェイクを作るのに要した時間10時間、お疲れ様でしたよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。コメントも欲しいです。初めましての人もぜひお気軽に。それでは。